分布後なくは紙幣とモデルとなったフィークスシカモラスシカモアイチ軸の字エジプト一軸シカモはシカモアイチ軸とも呼ばれる古代から栽培されている一軸属の種である古代エジプトでは生命の木として扱われたリンネの植物の種で記載された植物の一つであるシカモアという綴りでは西洋家事界でプラタナスの別名でも使われる しかも、あと綴られた場合は、本種のみを示す。アフリカ南西のタウリムエリアを除く、サヘルの南と南海域線の北部。それから、アラビア半島南部、キプロス、マダガスカルのごく一部で自生。そして、イスラエルとエジプトでは、帰化種として自生する。レバノンの有名なジェミード・ゼ・ストリートは、アラビア語の本種の名前ジェメイズに由来する。本来、自生していた環境は、 川沿いの土壌が濃いた雑木林である。植物学者のダニエル・ゾー・ハリーとマリア・ホップによれば、古代エジプト人は、この種を、ほとんど独占的に栽培している。この種の痕跡は、紀元前3000年代の初めから大量に、出現し始める。古代エジプトでは、生命の木として扱われている。古代エジプト王朝の初期から後期までの墓にも、描かれている。 エジプトのミイラの棺はこの木からできている。2015年の研究によれば、しかも、あの木は、ケしと、クミンと共に、鉄器時代に、ペリシテ順によって、イスラエルにもたらされている。近東では、カジエイや観賞用の樹木として広く栽培されている。広く伸びる枝は木陰を作っている。ありがとうございます。